でとうございます。去年もこの高坊チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。相変わらず、低視聴率のこのチャンネルを応援してくれてる皆様、本当ありがとうございます。ゆっくりサスペンス劇場や A 列車で以降始まる観光計画など、徐々に視聴回数増えてますが、まだまだです。相模1205系の動画や、ロマンスカーミュージアムの動画も、再生回数が徐々に増えてよかったです。と言っても、これ私たちのおかげじゃない？まあウピ主が頑張ってうちらを使ってくれてるんだ。私たちにもウピ主に感謝すべきだろう。それに、ゆっくりムービーメーカー4も出てきて、楽々に動画作れるようになったし。そのおかげで今もなお、いろいろ動画作りまくっているんだよな、ウピ主。そうよね、動画ネタが尽きないように、必死にアイデアも考えてるのよ。まあ、週1回、毎週土曜日の投稿なんだけどな。くだらなくても、何でも作っちゃうし。一応忘れてはならないんだが、このチャンネル、乗り物系中心だということをな。もうね、サスペンスや秘密の霊夢ちゃんまで作ったから、私ら、ゆっくりキャラ中心のチャンネルでいいわよ。ほんと、このチャンネルの将来考えると、わからんなぁ、今後。っていうか、なんで、私、お坊さんなの？そりゃ、私の設定白霊神社の巫女だからね。私も、巫女さんの格好させてよ。いやいや、巫女は私一人で十分よ。それとも、魔法使いの設定らしいから、マリサ魔女の格好でよかったのかしら？本来の魔女の姿って、おばあさんのイメージ強いなぁ。ねえ、一回でいいから、ウピ主、私にも巫女の格好させてよ。お似合いよ、マリサ。うん、ありがとう、女子なんだから、お坊さんの格好はまずないからな。まあ、そんな感じで、今年もこの高坊チャンネル、頑張りますので、応援よろしく頼むぜ。それでは、今年も良い年で、ありますように。お祈りしましょう。南無阿弥陀仏。違うだろう。ご視聴ありがとうございました。